面と同じ向きですね、方向ですね、ここにしっかり出すようにする。そうすれば微妙な背中が向こうにこう向いてくると思うんですよ、ここまで出せば。だけどこの辺だとですね、やっぱりこうお腹の方がこう見えてきたので、まずはしっかりひねってほしいので、左手はこのね、線と同じ方向で出すようにします。ヘッドと同じ方向で考えます。そこからしっかり、ね、体をこう回して、こう手だけでこう蹴らないように勉強する。最初は終わらない、はい、はい、こうやって膝がね伸びちゃってるとダメです。ボールに体重を体重をこう乗せたいので、膝がですねこう曲がって終わるぐらいのつもりでいきましょう。膝がこう曲げた膝をこのまま曲げたままこう終わるぐらいのつもりで。